生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。なんかちょっとおとなしみやな。え、うち結構今いい感じにやってたよ。ほんま？今回は、今回はピロシキーズ、ピロシキーズじゃないわとりあえずピロシキーズ、もうあかん、ピロシキーズなってる。ピロシキーズがなんでできたかっていう動画。まあ、今回はちょっとピロシキーズの、まあ、ダイジェストみたいな、こうなんかなんでピロシキーズが結成されて、どんな風なことを今チャンネルでやってるかっていうのをちょっとここまでのまとめみたいな動画やな。まあ、ピロシキーズができたきっかけっていう話やねんけども、まあ、そもそも同じ事務所やったのよな、まあ、今も同じ事務所で普通におって、関西弁もしゃべるロシア人のモデルっていうので、まあ、モデルの活動をしたりとか、まあ、ちょっとテレビのな、あのバラエティに出始めたりとかっていうのをやってたような感じで、自分も関西弁もしゃべるロシア人でコラムを書いているみたいな、コラムを書いたりとか、まあ自分もちょっとたまにそのテレビみたいなのがまあ来たりとかっていうので、まあ要はそんな感じのなんかヘンテコタレントみたいな、ヘンテコタレント、ヘンテコタレントやろ、そんながやってたねんけど、まあ、ただなんか結果的にめんどくさいな、この2人似たようなね、なんかコピー、キャッチコピーの2人をまあどう扱っていいかわからんかったんか知らんけど、ある日突然呼ばれて、でなんか急に何やろうなと思って来たら、ああみたいな、これ似たような、似たようなキャッチコピーの人やなって思ったところで、ユウは今日からピロシキーズだって言われ何それ、何それみたいな衝撃よね。で今から、そう、今から動画を撮ってもらうって言って、しかもどんな動画もわかんないしそうで撮らされたのが今から流れる動画やね、1個目の。はい、じゃあ初めましてやな、初めまして。はい、こうやってテーブルのがええねんで私、まず名前は小原ブラス、うん、うちはアレクサンドラで、まあ普通にアレちゃんとかアレクって呼んでもらったら構へん。何かわいこぶってんねん、ちょっとアレちゃん、もうアレちゃんやな、まあじゃあ入ってくんなよ、めっちゃなんかてか YouTube ってそもそもさ、なんかどんなイメージあんの、あれちゃん。え、なんか普通におとか言えるところや。いや、あかんやろ、全然。何が違うの。まあ、これが最初の動画やけども、初々しいな。なんか仲良くなってない感じやな。そう、まだな、実はそんなに仲良くなってないけど、仲良くしようとしているみたいな、なんかその感じが、そう、今となっては初々しいな。ちょっと真面目系で、こうなんか噂話みたいな。してみるみたいな、検証していこうみたいな。そうそうそう、でもなんかやっぱすごいな、その時から一発目からおティーっていうのがちゃんと出てくるっていうのが、やっぱそこからこうつぼみが開花していってるところはもう一発目からあると思う。まあ、ただなんかこの動画って結構な長いね、18分ある動画で、だって話がまずまとまってなかったやん、どういう風に撮るかっていうのも。そう、長い動画をこれあんまりなんかね、最初の方のコメントなんかあんま編集されてないなみたいなコメントもたくさんあったねんけど、わざと編集せんと載せてる動画やねんなって思って。っていうのも、まあ、テレビ局になんか売り込むってなった時に、なんか紙一枚のなんかプロフィールをテレビ局に、なんかこういう人が欲しいんですけどなんかいますかみたいなのが来たら、あ、こういう人どうですか、こういう人どうですかっていうのを配って回るみたいやねんけども、その時に関西弁も喋るロシア人って言われても、はあ、まあまあつかへんやん、とはいえなんかそんなことないやろみたいな、なんていうの、そういうレベルのそうやつなんじゃないのって多分思われるから、ちゃんとトークしてるところを見せたかったんやと思うねんな。そのだからその動画で人気になろうとかじゃなくて、ちゃんと喋れるんやでっていうのを見せたくて撮らしたんやなって今思うとそう思う。でわざと編集もしてへんねん。だって YouTuber ってさ、結構編集してはっビュービュワーってやるとさ結構きついよね。そうできてる、喋れるんか喋れへんかも分からへんし、あえて編集せんとこんだけ喋れんねんでっていうのを見せたかったんやと思うねん。だったらな、先にそれを言いなさいって話なのよ。先にそういうことをちゃんとね事前に言ってくれて、急にいきなり言うはピロシキーズだとか言って困惑してるままさせんとね、ちゃんとねなんかプランを立ててんだか立ててないんだかねよくわかんないけどもね。確かにそれ思った。ほんまにもうなんか話し合いもしてへんかったし、もう何を取っていくっていうのもわからんかったからまあからの
次の動画やね。これはちょっとシリーズ化されるぐらいちょっと結構ね意外と人気になってきた動画になるんやけど、海外のことも分かってもらえるしな。そうそうそう、海外の、まあ、いろんな霜を扱うような、霜の話、海外からいろんなゲストを呼んで霜の話をしてもらうっていう、まあ、ピロシキズは霜しか言ってへんけどな、うん、その動画もまあただそのなんやろ、ちゃんと霜でやりますよっていうのが多分確立してきたのが次の動画やね。そうなの、本当にこの格好でもし、うん、あの街とか歩いたら処刑、うん、その羊やそのお馬さん、ロボさんといたすんです。あの普通の海のところでさ、うん、あの綺麗な海だなって歩きながら見ちゃった。何を実際イタリアの男の人ってどんな感じなん？あー、ちょっとでかいよね。まあここでね、伝説のイタスのだったりとか、あのお羊のね、なんかお羊とやる話だったりとかね、なんかいろんな下ネタのね、もう結構な下ネタがどんどん出てくるようになってきたわけですよ。そう、まあ、あの最初はねもちろんそんなになんかこうすごい再生数が伸びるとかもないかなとは思ってたけど、まあ、一応 YouTuber たるものね、ちょっと広告がついたりするとちょっとはねこうチャリンチャリンが来るわけですよ。チャリンチャリンが。でもこの辺からね、なんか広告がつかない動画っていうのが出てきて、はい、このシリーズマジで広告つかないんですよね。どんなに何があかんのかなっていう、いや思ってたけど、やっぱおちっがあかんのかな。いや違うと思うで、やっぱり生々しすぎんねん多分。あ、話の内容、話の内容はだって羊とやったりとか、まあ、あと地味になんかこの国の人はこういうセックスをするみたいなのなんか決めつけて話すのもあかんのかな。あ、なるほど、ね、逆に教えてって感じ、こうなんでつかないのって。もういっか。でもこの動画はねちょっと続ける。なんでかっていうと好きだから。で次に出てくるのがピロシキーズ史上一番再生された動画やねんな。まあ、各自によくされる質問。そう、まあ、こんな感じの動画です。乳首はピンク色？ピンク？それもよく聞かれるわ。ピンクピンクっていうよりも多分、うん、なんかリアルに言うとちょっとなんか唇っぽい、ちょっと肌色っぽい感じ。外国人のおってどんな名なの？出たで、アレちゃんが大好きなおっのは大好きやな、ほんまに。これな、でも何が良かったのか最初もうな全然わからんくて、なんで急にこれがな、まあ、や再生そんなされんのって感じやったんよ。まあ、でも今見ると結構ちょうどええ感じに、その下ネタ、そうエロと、あの私たちの白人っていうのがなんかこう、なんか綺麗どこ、まあ、自分で言うのもあれやけど綺麗どこが霜を話すみたいな、なんかちょうどいい感じに、あと呼吸も結構合ってるなって思って。そうや、あと忘れてたわ、あの実験をした動画あったやん。実験、まあ、最初だって検証するっていう動画出してるからね。そうそうそう、あのよく感想として言われるのは何やってんのみたいな、そういうコメントしか使えへんねんけど、まあ、個人的には結構好き、楽しかった動画、まあ、やってることはね。そう、まあ、どの動画かというとこちら。どうなん？やだー。まあ、あのピロシキ作ってみたりとかね、あと鼻で卓球、鼻で卓球は自分でも何してんやろって、いや今考えてもなんでそれやったんかわからんけど、まあ、あのそういう検証の動画とかもやったりしてみたりとかしましたね。で、まあ、最後に、まあ、これはちょっと、まあ、ピロシキーズ最大の問題作やからな、これちょっとこれは紹介せざるを得ないような動画やねんけども、なんか流行ってるって聞いたの、あのなんかさ音をさこう噛んだりとかするような音、食べてそう、なんていうのあれ、 ASMR
MRI 違う違う MRI SMA もうとにかくそれもうなんかここに出してピュッてそのそれが流行ってるって聞いて、うん、あのじゃあピロシキーズもやろうよってちょっとやってみようよってやったのが、やった結果がこちらです。おじいさんが植えました。おばあさんがおじいさんって、はい、おじいさんがをってうんとこれちょっとどうコメントしたらいいか自分でも分からんけど、まあ、でも俺ちょっと我ながらやけどあえぐのうまいなって思って自分で俺もうねほんとなんかもうもしももうピロシキーズもダメになりましたタレント生命ももう全部ダメになりましたってなったらAV のアフレコみたいなのやろうかなと思ってやめろそうまあこれはまあなんやろなんで株の P を入れようと思ったのか知らんけどでも俺好きよこれまあロシアのやったし絵本が、うん、視聴者は結構みんなポカーンってなってるけど俺は一番好き俺は一番好きなのこれは確かに多分ポカーンってなってると思うなってるよこれ絶対こいつらはどういうつもりなのっていうのは絶対なってる好きまあそんなこんなでね結構ねあの視聴者も増えてきてコメントとかも毎回みんなそうしてくれるようになってまあ今に至るわけのそうピロシキーズなんだって私たちっていうちょっと実感がピロシキーズなんだやっぱりピロシキーズとしてちょっと胸を張ってねあのどっか行った時にどういったことやってるんですかって言われても最近テレビとかにテレビ局とか行ったりするとえピロシキーズさんですよねって言われへんわそんなんまだ全然言われへんよ言われたよ言われない言われないけど自分から堂々とあの YouTube っていうのをやってて一応ピロシキーズっていうのをやってますって一応今は恥をなく堂々と言ってるでただなもうなそろそろちょっとねあの危ないじゃないかみんなそうコメントも言われるけどそのバンをされるんじゃないかっていうねやりすぎて何かで怯えながらそうねやらせていただいてます恐怖に怯えながらやってますわ本当にまあだから皆さんもまあぜひまあ今後もあのバンにされないうちはぜひ見て楽しんでいただけたらなと思いますまああのいつもコメントとかねあのグッドボタンとか押してくれてね本当助かってます本当ありがとうございますありがとうございます